こちらのケースは、指先に切り込みが入ってるケースですね。ここですね。試合始まる前とか指に切れ込みは入ってなかったんですよ。で、これは、直接各動画、題名はボクシング界の関係者の皆さんとファンの皆さんへのメッセージ、2024年1月23日、寺地拳四朗選手などの試合です。まあ、那須川天心選手の試合が終わった後ですね、指の切れ込みは。だからまあ、こういうふうな現象と日々向き合いながら試合の勝ち負けを行っています。これが事実です。これがまあ神がかり的な力による作用ですね。だから本当は物理的な法則を超えられてきています。